フランクフルトブックフェアで行われた2005年のドイツ児童文学賞受賞式ドイツ児童文学賞は1956年にドイツ家族、高齢者、婦人、青少年賞により設立され以降毎年授与されている児童文学の賞である。1981年までは ドイツ児童と書賞と呼ばれていた。ドイツ唯一の国営の文学賞であり、卓越した国際的な児童文学作品に授与される。ドイツ語による作品の著者のみならず、オランダ、スウェーデン、イギリス、アメリカ合衆国の作家たちも過去に多数受賞している。社団法人、児童文学のための作業部会が実施している。受賞者は、賞金の他に、 ミハイル・エンデの小説の登場人物ももをかたどったブロンズ像を授与される。ノミネート作のリストはライプツヒブックフェアで3月中旬に公表され、受賞式はフランクフルトブックフェアにて10月上旬もしくは下旬に行われる。しばしば作家の全作品に対する特別賞が1万ユーロと共に授与される。絵本、児童書、ヤングアダルト、ノンフィクションの4部門で、 それぞれ8000ユーロの賞金が授与される。青少年審査員賞も同様に8000ユーロである。ドイツ児童文学賞はその創設以来何度も変更が行われてきた。1956年から1963年までの初期段階では児童書とヤングアダルトの2部門と追加で毎年違った表題の特別賞だけが授与されていた。1964年には 特別賞が廃止され、翌年からはその代わりに最優秀絵本と最優秀ノンフィクションが部門となった。さらに、1991年以降は、イラストレーションや翻訳などの特別な業績も表彰される場合があるようになった。2003年には、青少年が選ぶ、青少年審査委員賞が設けられた。批評家の審査委員は、社団法人。 児童文学のための作業部会の幹部と、ドイツ家族、高齢者、夫人、青少年賞の大臣によって2年の任期で任命される。審査委員は最大で2期まで連続して務めることができる。委員会は9人の委員で構成される。1人の委員長と8人の委員からなり、8人の委員は絵本、児童書、ヤングアダルト、ノンフィクションの 各分野の専門家2人ずつから構成されている。青少年審査委員は、ドイツの6つのブッククラブから2人ずつ選任され、青少年審査委員賞を決定する。 2020, 2 0 2に2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 5 2 0 1せ2 0 1う、2 0 1ん、2 0 1な、2 0 1じ2 0な、に、2 0 1ゅ2 0に、せ2 0 0う、2 0 0ん、2 0 0に、2 0 0ゅ2 0 0ん、2 0 0に、2 0 0ゅう、に、せ9じ9う、に、せん、9ゅう、9 9ん、じ9う、に、せん、9に、せ9 9に、せん、い、に、 99119901900波、491900波、481900波、471900波、469851900波、441900波、4319821981198019791970波、197719761979、83, 1 9 7 4 1 9 7 3 1 9 7 2 1 9 7 1 1 9 7 0 1 9 6 9 1 9 6 8 1 9 6 7 1 9 6 6 1 9 6 5 1 9 6 4 1 9 6 3 1 9 6 2 1 9 6 1 1 9 6 0 1 9 6 0 59,958,957,956? ありがとうございます。